ハイルブロン郡は、ドイツビュルテンベルク州の郡。シュトゥットガルト行政管区ハイルブロンフランケン地域、連合に属す。郡域は、その中央に位置する郡庁所在地ではあるが郡に、所属しない郡独立市のハイルブロンを取り巻く、リング状に広がる。ハイルブロン郡は、西は、カールスルーエ郡及びラインネッカー郡、北は、ネッカーオーデンバルト郡、東は、ホーエンローエ郡及びシュベービッシュハル郡、南は、ルートヴィヒスブルク郡及びレムスブル郡と境を接している。郡中央部、バート・ビンプフェン付近を流れる、ネッカー川ハイルブロン郡の南部からネッカー川が流れ込み緩やかな弧を描いて北西へと流れ、郡域をほぼ同じ広さに二分している。オーデンバルトとクライヒガウに囲まれたネッカー盆地が郡域面積の約 1/3 を占める。その中央にハイルブロンとネッカーズルムが位置する。コイパーのローム質の砂と黄土からなる茶色い土壌は豊かな実りをもたらす。郡内の最も低い地点は狭い渓谷内に位置する標高139メートルのグンデルスハイムである。それ以外は丘陵が地勢の大部分を占める。郡の西部は広い高原と原野のクライヒガウに属し、その東部はホーエンローエ平野へ伸びるレーベンシュタイナー山地となる。シュトロムベルク山やホイヒェルベルク山付近あるいは、ネッカー川やその支流の渓谷のツァーバーゴイと呼ばれる地域の穏やかな気候はワイン作りに適している。標高564メートルの郡内最高地点は南東部マインハルトの森に位置するビュステンドートにある。東部のコッハー川とヤクスト川の間は比較的深く切れ込んだ渓谷に、平地は乏しく小さいが、しかし豊かな農地が営まれている。この他の川には、ボットバール川、ブレッタハ川、ライン川、エルゼンツ川、ツァーバー川、ゼッカハ川、ズルム川、ショツァハ川がある。ハイルブロン郡は、1803年に帝国自由都市、ハイルブロンが新しくできたビュルテンベルク王国へ移管された後に創設された旧オーバーアームとハイルブロンに由来する。1926年に廃止されたオーバーアームとバインスベルクの半分を超える市町村がオーバーアームとハイルブロンに編入された。1934年1月29日にオーバーアームとハイルブロンはハイルブロン郡となった。1938年10月1日に廃止されたネッカーズルム、ブラッケンハイム、マールバッハ、ベジヒハイムの各オーバーアームとに属した。市町村を合わせて拡大した。同時に、郡独立市、ハイルブロンが創設された。ハイルブロン市はこの郡には所属しないことになったが、郡の行政機関は、ハイルブロンに引き続き置かれることとなった。1939年当時、ハイルブロン郡は、郡域、面積85,000ヘクタール、約3万戸で、人口は105,000人であった。1973年1月1日の郡の再編により、ジンスハイム郡の19村、モスバッハ郡の4村、ブーヒエン郡の3村、シュベービッシュハル郡の1村が編入され、1975年までに5村が郡を離れて、ハイルブロン市に編入された。バーデン・ビュルテンベルク州の市町村再編を経て、現在は46市町村が属す。このうち市は17。さらにこのうちの3市が大規模郡都市である。最大の市は、ネッカーズルム、最小の村は、北東部のロイクハイムである。1973年の郡の再編以後の人口推移を以下に示す。人口は、国勢調査、あるいはバーデン・ビュルテンベルク州の統計局の資料に基づく、この地域の人口推移は、以下の通り。郡の行政は、郡議会と郡庁により運営されている。郡議会は5年ごとに郡内の選挙によって選出される。2019年の選挙結果は以下の通り。これに議長を務める郡長が加わる。郡議会は任期8年の郡長を選出する。郡長は法律上郡の代表者であり、責任者であるとともに、郡議会及び委員会の議長をも務める。郡長は郡議会及び郡の官僚を指導する。郡長及び郡職員を司る。その職責は、郡議会を準備し議員を招集すること、及び決議事項を執行することである。軍長は特に必要であるとの議決がなされない限りは、専門委員会での投票権を持たない。オーバームトから軍になった1934年以降の軍長を以下に列記する。ハイルブロン軍の紋章の図柄は赤地に銀の和紙。この紋章は1955年6月20日に作成され、軍の再編が行われて、以後の1973年9月3日に改めて採用となった。和紙はビュルテンベルク王国以前にこの軍域を治めたラウフェン伯の紋章を象徴したものである。道路軍域内に連邦アウトバーン A6 号、マンハイム・ニュルンベルク線と A81 号、シュトゥットガルト・ビュルツブルグ線が交差するバインスベルクジャンクションが存在する。このほか多くの連邦道、州道、軍道が軍内を走っている。鉄道ビュルテンベルク国営鉄道は1848年にネッカー渓谷を経由してシュトゥットガルトからハイルブロンを結ぶ初めての鉄道を敷設した。1862年にシュベービッシュハルまでコッハヤ鉄道が接続するようになった。1866年に北路線はネッカー渓谷沿いにフリードリヒスハルやクストフェルトまで延長された。1869年にはここからヤクスト渓谷沿いにメックミュールまでの鉄道が建設され、さらにバーデン・オーデンバルト鉄道のハイデルベルク、ビュルツブルグ線が通るオスターブルケン方面へ延長されていった。バーデン国営鉄道はフリードリヒスハルヤクストフェルト駅をハイデルベルクへの接続路線の出発駅と位置づけ、1868年から69年にジンスハイムを経由し、メッケスハイムへ向かうエルゼンツタール鉄道を設けた。メッケスハイムはバーデン・オーデンバルト鉄道との乗り継ぎ駅でもあった。1879年にはネッカータール鉄道を川筋に沿ってエーバーバッハまで延長した。1878年から1880年にはハイルブロン・カールスルーエ間のクライヒガウ鉄道が設けられた。この路線は国営鉄道とカールスルーエ市が区間を割り振って建設した。この路線のエッピンゲンからシュタインスフルトへ接続する分岐線も1900年に敷設された。ビュルテンベルク国営鉄道は軌道幅 750mm の狭軌路線のローカル線を2本建設した。さらに軍内第3の狭軌路線としてメックミュールからデルツバッハまでのヤクストタール鉄道が1900年から1901年にベリング&ウェクター社によって設けられた。一方、コッハー川の下流域には、ビュルテンベルク鉄道会社により、標準機の支線運転レコッハータール鉄道が、フリードリヒスハルヤクストフェルトから1907年に、ノイエンシュタットまで、1913年にはさらに、オールンベルクまで開通した。バーデンローカル鉄道株式会社の2つの路線が、ハイルブロン郡をわずかにかすめて設けられた。こうして、かなり密な鉄道網が整備され、最大時の総延長は 235km に及んだ。多くの支線が廃線となった後、残った旅客運行路線は 143km である。旅客運行が廃止された路線は以下の通り。アルプタール交通会社のトラムトレイン S4 路線は、クライヒガウ鉄道路線及び、ホーエンローエ鉄道の一部を利用して、アヒェルンからカールスルーへ、エッピンゲン、ハイルブロンを経由して、エーリンゲンまでを走っている。これらの文献は、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。